優しいもんくんの登場です。こんにちは先生。優しいもんくん、優しいもんくん、先生。そうなんだ、うん、やっぱり優しさって大切ですよね。私はいつも優しい。優しいもんくんの登場です。優しい理科先生の登場です。Hi everyone! Thank you for coming to our 3-minute English. よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、今日のフレーズ何ですか？今日のフレーズこれ。A little bird told me. あ、風の便りで聞いた？これかわいい表現じゃない？ A little bird。 あの絵にもわかるように小鳥ってことだよね。これツイッターですか？そうそう、だんだん上手くなってきたでしょ。あ、ほんと。金が一個多くないですか？大丈夫だよ。 A little bird。小耳に挟んだとか、はい、どこからともなく耳にする情報ってあるじゃん。ああ、ありますよね。風の便りとか、なんかね、日本語も素敵だけど、英語も可愛いなと思って、この表現をご紹介します。はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ、これを使った例文をお願いします。Okay. はい。Example 1. はい。Okay. Thank you for the birthday present. How did you find out it was my birthday today? もっすい感情こもってますね。はい。はい、お願いします。もう一回、はい、Thank you for the birthday present. How did you find out it was my birthday today? お誕生日プレゼントありがとう。今日が誕生日ってなんでわかったの？ねえ。 B. A little bird told me. いや、僕の誕生日じゃないですけどね。いや、ちょっと訳お願いしますよ。あ、もう一回お願いします。 A little bird told me.風の噂でね。いいですね。風の噂でね。風の便りとかね、ちょっと小目に挟んだんだよ。それ優しさだよね、やっぱりね。ああ、僕ですね。やっぱり、はい。Example 2。はい。A. A little bird told me that John used to be a model. あ？らしいよ。らしいよ。もう一回いいですか？何ですか ？A little bird told me that John used to be a model.小耳に挟んだんだけど、ジョンさんは昔モデルをやっていたみたいだよ。さあ、すごい、いや、わかるよ。B. For real? Well, I'm not so surprised. He's tall and really good looking. マジで？まあ、驚くでもないか。背高いし、めっちゃイケメンだもんね。いやー、僕はやっぱトムさんがかっこいいと思いますよ。トムさんもかっこいいけど、はい、ジョンね、やっぱね、誰もがこう振り返る。いや僕の後輩ですよ。やっぱり僕の勝手ないですか？あれあれ、ちょっとちょっと。あー、okay. まあいいよね。いや、僕も勝手でしょ。まあ、モン君はモン君らしさがあるよね。おかしいな。ジョンそうだったみたい。驚きです。そうだよね。はい。Okay, example 3. はい。A little bird told me that you failed the driving test again. 誰に聞いたんですか？え？誰に聞いたんですか？え、何の話？え？え、これ例文だけど、え、も、え、モン君、え、もしかして？ちょっともう一回いいですか？A little bird told me that you failed the driving test again. 小耳に挟んだんだけど、また運転免許の試験落ちたんだって？え？モン君。あ？もしや、私は風の噂に聞いただけだよ。これはモン君とは関係ない例文だった。なんか動揺してるけど。え？大丈夫？誰に聞いたんですか？本当に風の便り？誰に聞いたんですか？風の便り。あ、終わってる。あれ？に挟んだんだよね。わあ、モン君大変。もう取れないんじゃない？なかなか。Okay, 皆さんもこの A little bird told me 使ってくださいね。モン君頑張れ。誰に聞いたんですよ。なんでバレるんだ。あれ、おかしいな。